こんにちは、川田メンテラボキネです。今日は誰かが認めてくれれば結果が出なくても納得できるのか、そんなテーマでお話をしていきます。今現在北京オリンピックやっていて、日本勢すごく活躍をしていて、毎日こう楽しみに見させてもらっています。その一方でですね、こう悔しい思いをしている選手を見て、昔は自分より年上の選手たちが出ていてすごいなとか、どんな気持ちなんだろうなというふうに思っていたんですけど、最近は自分よりはるかに年下の選手が多く出ていて、どちらかというと今うちに来てくれている子たちがもしその舞台に立っていたらということを想定して考えることが多くなっています。昨日ね、行われたスノーボードのビッグエアでは、女子のですね、矢口玲羅選手が3本目にトリプルアンダーフリップという世界初の技をやって、着地がうまくいかなかったのですが、選手たちにこう囲まれてですね、すごく称えられていることがとても印象でした。もうみんながこう認めて、もうレイラすごいことやったよっていうような感じが見えて、東京オリンピックのスケートボードでも同じようなシーンを見て、すごく美しいなっていうふうに思ったんですが、すごくいいなっていうふうに思ったんですね。でもその一方でですね、最後矢口選手のインタビューを見ているときに、もう悔しさがこうにじみ出てるというか、もう溢れ出ていて、前回ピョンチャン大会で4位で、今回も4位ということで、メダルをいわゆる逃してしまったっていうような感情がとても出ていたと思うんですね。世界中からこう認められていて、選手、普段のライバルからも認めていても、結果が出ないと自分では納得がいかないっていうことがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。いつもうちに来てくれている子で、採点スポーツをやっている子がいて、とてもいいパフォーマンスができたと。でも全国に行けなかった。コーチもこのパフォーマンスだったら絶対に上に行けるっていうふうに言ってくれていたのに、思うような結果が出なかったっていうことを言って、思うような結果が出なかったっていうことを僕に話してくれたんですね。次に僕が質問したのは、パフォーマンスが良くて、で結果が出ない、そんな時と、パフォーマンスが自分の中で納得ができなくて結果が出るの、どっちがいい、こんな極端な質問をしたんですね。そしたらね、その子は結果が出た方がいい、全国に行きたかったっていうふうに言ったんですね。いや、それを聞いた時に、確かにそうだよなと。タイムスポーツのような、例えば陸上とか水泳だとか、そういったような、今で言うとスピードスケートとかですね、自己ベストを出すことが至上主義になる、そういう競技もあったりとかすると思います。もちろんそういうタイムスポーツでも、タイムがベストじゃなくてもメダルを取りたいとか全国に行きたいとかは当然いるとは思うんですけど、自己ベストっていうことで自分の今の最大級っていうことで測られる、そんな競技もあると思うんですが、採点競技だとかそういったことの場合だと、自分が納得できるかできないかってことももちろん大事なんですが、やはり結果っていうものがついてくることが、そのスポーツをやってる人たちにとってとてもこう重要なんだなっていうことをこう改めて感じました。で、オリンピックなんかを見ていても、自分の中で楽しめたから良かったです。それも本当に素晴らしいなっていうふうに思うんですね。そして人から見たらいい結果に見えるようなことでも、例えば銀メダルだったとしても、ものすごく悔しがっている人がいたりとかすることも見ることがあります。そのどちらももうその選手にしかわからないその感情なのかなっていうふうに思います。僕もそうなんですが、誰かを見ていてこうだったから良かったじゃんっていうふうに言ってしまうことも、言わざるを得ないことも、言った方がいいこともあるんですが、そうやって思うことは自由なんですが、やっぱりその本人にしかわからない感情があるんだなっていうことを、周りにいる人間っていうのはこう分かっていないといけないなっていうことを今回改めてこう認識させてもらいました。例えばですね、オリンピックで結果が出なくて泣いてる選手を見て、すごいじゃん、よく頑張ったじゃん、そんな風に思わないでよってこう言っちゃいがちなんですが、その人がやっぱ悔しいと思えば、やっぱ悔しいんですよね。逆に結果が出なくてでも楽しめましたっていうふうに言っていたとしたら、時にそれに対して、日本の代表で出てるんだからメダルを目指せとかっていう人もいるかもしれないですが、やっぱり自分で出場権を獲得して自分が納得してるんだったら、それはそれでいいはずなんですよね。外にいる人間、僕自身もそうなんですが、がどう思うかは
まあもちろん自由なんですが、でもその選手たち自身の意思とか思いがそこに必ずあるっていうことを感じつつ、自分たちが考えなければいけないなっていうことを感じました。で、スポーツ少年少女も自分自身が思うこと、そして周りが思うことでギャップがあることってあると思うんですね。そんな時に、まあ分かってくれないなんて思わずにですね、今言っていることは真逆なんですが、前の人間はそういったことを考慮する必要があるなっていうふうに思うんですが、選手たち自身も、まあ、やってる自分と周りを言って見てくれている人たちはやっぱり違うよなと、その言葉は自分を思って言ってくれている言葉なんだよなっていうようなことを変換してね、自分の考えとは違っても考えていけると、まあいい方向に進めていけるのかなっていうふうに思いますので、もしよかったら参考にしてみてください。それでは。